司令部、茅森さん、応答は可能？あいよ、今移動中だから大丈夫。昨日の夜から飛ばせるところにはドローンを飛ばして周辺の昆虫何かの前触れかもしれ。それはこれからボス戦みたいなの。そんなのに。とりあえずキャンサーには警戒。どうだの。どうぞ。どうだ。そこだ。無駄な攻撃でごめんなさい。別の手を考えないか。いらっしゃいませ。たゆまぬ努力の成果を見せよう。敵をぶち殺しやがってください。私はもったいないのに。研究の邪魔、攻め時です。とりあえずやってはみますが、もう少し戦略というものを練れ。私は見てるだけの方が。そこだ。賞賛に値します。じわじわと効きます。力の差を感じます。いや、凛々しくありましょう。とっとと消え失せろ。やるじゃないか。いや、覚悟を決めろ。皆さんがすごいだけです。岩があって直進できない。回り道しよう。上にいる。油断せずに行こう。我らの誇りを証明せよ。私の力じゃない。少しは相性を。道を開こう。憧れるのもおこがましい。派手にぶつ壊してやりましょうさ。人類は必ず勝利する。あ、ちょうど尾根に。ユッキー、かすかに遠くから何かが。確かに、おそらく。もしかして本当にボスかもな。見つからないよ。司令部にも。司令部です、どうぞ。ヤバそうな奴が出現した模様。ユッキーがデータを紹介しているから、そっちでも確認してくれ。了解です。
至急確認します。なんだ。サイチ A、サイチ B の皆さん、ポイントアルファから距離1万、11時方向に大型キャンス。え？いや、これを以降、レッドクリムゾンをまっすぐ9時方向から3時方向、このままですと基地の、また外見から直、現在最もレッドクリムゾンに近い部隊はサイチ A および サイチ B です。他部隊が撤退を終えるまで敵を足止めし、敵は新種のキャンサーです。訓練で戦ったキャンサーよりも強力な可能性、くれぐれも気を抜かないようにして命を最優先。訓練で戦ったやつよりさらに強いの？なお、現時刻をまずはポイントアルファまで、その後は司令部からの作戦を破棄。残念ながら。なんで？落ち着け、お前ら。そんなのな、気持ちはわかるけど。うん。こっちです。かよ。ああ。やっと。31B 青より。こちら司令部。そちらからの視認は可能ですか？難しいです。現在地が視界が開けていないため、明確に視認できません。了解しました。北西方向に移動して視認が可能か試してください。周辺の状況を報告しなさい。何が起きたかわからない。爆発音がして地面が揺れたんだ。司令部が観測した結果を伝えるわ。レッドクリムゾンの砲撃により、肌の北部に設置済みの無人観測機が消失したわ。砲撃の威力、射程はこれまでのキャンサーとは一線を画すと推定されます。よって司令部はレッドクリムゾンの緊急排除を決定したわ。 31A、31B 両部隊に命じます。葵さんの盾で砲撃を防ぎつつ、トランスポートでレッドクリムゾンまで接近し、これを討伐しなさい。それって無謀なんじゃねえのか？もちろん危険は伴います。ただ、レッドクリムゾンの進路から防御ラインが突破されれば、複数のドームが壊滅するわ。その犠牲は、我々には見過ごせないと判断したの。泉だ、横から悪いが、増援はどうなるんだ？悪いけど、あなたたち2部隊だけよ。他部隊は撤退か射程距離外に退避させます。あたしらだけで討伐ってのはそれなりの理由があるんだよな。そうね、時間と無理な増援で犠牲を増やさないためよ。ち、想像通りか。どういうこと？要は増援を出すのがより悪手だってことだ。実際集まる時間もないし、葵の防御がなければ撃たれて終わりだからな。その通りよ。司令部は最も犠牲が少なく、かつ成功率の高い作戦を採用したの。ただ、本作戦の要は、葵さんの盾による防御力。だからあなた次第、厳しい戦いなのは否定しない。無理強いもしない。その場合は事前の策に切り替えるつもりよ。いえ、やります。やり遂げてみせます。かやもりさんはどう？葵がやるなら、もちろん。接近戦ってことはまず距離を詰めないとな。セオリー通り時計回りに迂回して死角から突っ込むか。こっちを識別する方法がわからないからな。
目標の方向、距離約近い。いちごさん待て、な口を大きく開けてるにゃ。気をつけろみんな伏せて。あ、いやあ、皆さん、無事ですか？サイチ、全員無事だ。助かったよ。とんでもない威力だ。葵ならなんとか防げるようだな。しかし、あんなのが連続できたら、さすがに葵でも無理だろ。いいえ、私が防ぎ続けます。葵、デフレクタが続く限り防ぐので、その隙に懐まで飛び込んでください。え、もしそのデフレクターが尽きたら。葵は大丈夫です。お互いの得意分野を合わせてチームとして強くなる、散々学んできたことじゃないですか。嫌な予感がする。はい。ここに来て初めてだ。何がですか？嫌な予感。ずっといい予感しかしてこなかったのに。今は敵を撃破してみん、わか、ここからは何人たりとも移動しません。今です、お願いします。ああ、葵が作ってくれた。これはいいな。くらえ！そこだ！もう！今は攻撃が通じないのか。
とっとと消え失せろ。今北産業な。腹の差を感じます。災いが降りかかるでしょう。貴様の本気見せてもらおう。とりあえずやってはみますが。忘れてもらっては困ります。どうでしょう。お願いします。今は水たぬようです。
の野郎！うわーって！開けるのにゃ。司令部、大至急救護班を回してくれ。急げ、急いでくれ。葵、葵、前は誰も守れなかった。無理に喋らなくていいから。今度は漏れましたか。ああ、私ら生きてる。葵、あんたのおかげで。はい、私もな。やった。葵はすごいのにゃ。全員無事だよ。だから、あんたも今から治療を受けて。それでまた元気になれっからさ。私ら、もうわがまま言ったり、迷惑かけたりしないからさ。ちゃんと命令も聞くにゃ。本当は、あんたの好きだったんだ。シュシュも心を込めて作ったんだにゃ。だからあんたと一緒にこれからもいさせてくれよ。いさせてほしいにゃ。大ちゃん、聞こえた。やっぱそれを望んでる。総員に通達、レッドクリムゾンの撃破をか。三一への皆、応答願う。あ、ユイナ先輩。皆、よくやってくれ。はあ、ユッキー。お疲れ様。眩しい、こんな眩しい世界に生きていたっけ。うっすらとしか見えない。何かがあった気がする。何かがあって今こうしているのだろうけど、何があったかよく思い出せないです。私は何をしようとしていたんでしょう。それはちゃんとできたのでしょうか。誰か教えてください。成し遂げたのでしょうか。私はわかりません。もう私が誰だったか、それすらもわかりません。いろんな景色を見てきたはずなのに、それらも遠くなっていきます。この眩しい世界で、それすら失ったら、もう何も。
か教えてください。私は役に立てたのでしょうか。不安で不安でたまりません。あれ、ナービーじゃん。まあいいや。ああ、これはタバコじゃないぜ。それとこの缶コーヒー、息抜きにはカフェ。私には仲間がいたんだ。そいつは 31B の隊。でも、私らが切り込み隊に任命され、いや、ただ自分に自信が持てな、一緒に過ごせて、一緒に戦っ、でも、お、それを、おい、ルカ、そろそろ始めるそうだぞ。おっと、お呼びだ。どこに行くんですか？ついて行っていいですか？先日のオペレーションは皆さんの奮闘のおかげで見事に成功させることができました。心よりお礼を述べます。死者は1名。第 31B 部隊の青井エリカ、彼女の犠牲があってこその成功だということをみんなには覚えておいてほしい。青井は新種のキャンサーに立ち向かい、仲間たちが撤退する時間を作り出し、敵を撃破するための重要な役目に準じた。あまりにも大きい損失だけど、あなたたちには彼女の勇姿を忘れず、思いを引き継いでいってもらいたい。私たちはこれからも人類を救い、平和な世界を取り戻すための戦いを続けていかなければならないわ。葵さんの死を決して無駄にしてはならない。怒りでも悲しみでもいい。彼女の死すらも自分たちの力に変えて、これからも戦っていってちょうだい。ふざけんなよ、葵。もう一人ぼっちになりたくなかったんだろう。なのに、私らを置き去りにして、なんでまた一人ぼっちになっちまったんだよ。何のための時間だったんだよ。どうしてこの人たちは悲しんでいるんだろう。わかりませんけど、そこに乗っているものだけは覚えてます。それは私のものです。うわ、ナービーが飛んできた。あ、葵の種子を奪っていきやがった。返すにゃ。皆さん、お静かに。でも、あれは葵のものです。スモモたちが葵のために作ったんだにゃ。慌てずとも食べられてなくなるようなことはありません。落ち着き、葵、また会いに来るから。もう、解散。とりあえずこのナービー仲間のとこまで連れてってやろうぜ。ああ、ほーら行くんだ。みんなはあっちだぞ。ん？行かないのか？ずっとこっち見てる。おかしなナービーだな。もういいんでしょうか。私がやるべきことはもう終わったのでしょうか。もういいんだよ。お前のおかげで作戦は成功した。え、お前
誰に話しかけてるんだ？いや、葵の種子を頭に乗せてるから葵の生まれ変わりに見えちゃってさ、ご苦労様って言いたくなったんだ。頭おかしくなったのかと思ったが、いつものことだったな。そうさ、ご苦労様。そうね、ご苦労様。なんだか目が潤んでる、そんな気がする。そう？いつもこんな感じじゃない？感情なんてあるのかしら。気のせいかな。あ、飛んでいっちゃった。バイバイ、平和になったら遊ぼうな。